梅雨前線が活発化した影響で、九州を中心に記録的な大雨になっています。この影響で長崎県の島原城の石垣が築城以来初めて崩れるなど被害も出ています。熊本市中心部を流れる坪井川です。本来あちらの辺りまで歩道があるんですが、水が溢れてきていて水かさが増しているのが分かります。熊本県の一部では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が観測され、土砂崩れや冠水などが相次いだ。大雨ですね。大変やったですよ。長崎市の野母崎地区では24時間雨量が観測史上最多の292ミリに達するなど、長崎県内でも記録的大雨となった。この大雨の影響で島原城の石垣が高さ15メートル、幅20メートルにわたって崩れているのが見つかった。雨で石垣が崩れたのは1624年の築城以来初めてだという。崖崩れも相次いだ。こちらのお宅は土砂が崩れ落ち、外壁に土砂がめり込む形となっています。びっくりしたんですよ。音がドーンってしたもんやから、何かなと思って、まさかうちになると思わなかったよ。南島原市では住宅一棟が半壊し、男性一人が怪我をした。JR 長崎線では土砂が線路に流れ込み、博多行きの特急かもめなどが運転を見合わせたほか、東九州自動車道は雨のため一部通行止めとなった。九州各地に被害をもたらした大雨は今夜いっぱい降り続く見込みで、気象庁は熊本、長崎、宮崎の3県に土砂災害に警戒するよう呼びかけている。